アニメの時よりもちょっと大人っぽく見えてすごい興奮します。はい、二人がこう推しなので、やっぱ一番前にいるじゃないですか。そうこの二人がやっぱりみんなを見守るっていう形がすごい頼りになる二人だと思うので、うんうん、特別上映版アンサンブルスターズロードトゥーショーの中で一番のお気に入りのキャラクターを教えてください。皆さんの回答こちらです。うん、はい、あ、やっぱりね、うん、森久保さんはやっぱりそりゃそうですよ、ね、可愛くてしょうがないもんだって、ね、だやっぱりご自身のキャラクターっていうのが多いですね。増田さんも、いや今回マジで顔いいんですよ可愛いとこ見られます、もしかして。いや、めちゃくちゃかっこいいですよ。かっこいい。なんか、はい、あのアニメの時よりもちょっと大人っぽく見えて、あー、わかる。さらに、はい、すごい興奮します。はい、いいですね、ありがとうございます。わかります、楽しみにしててください。で、やっぱり諏訪部さんもやっぱラン、うちの子が一番可愛いっすよ、やっぱ。ねえ、間違いないっすよ。いやー、うちの子も可愛いですよ。うちの子自慢になっちゃう。はい、で、天崎さん。はい、僕らもね、あのこの3人のシーンが本当に多いので、ね、やっぱりね、なんかこう3人でニューヨークこうちょこんと来た、あのなんか可愛い、あの初々しい3人を見てほしいなということで、3人になりました。はいはい、そして、お一人だけ。はい、カイトさん、はい、あれ、推しがいるってことですか。推しがというか、まあこの作品の中だとやっぱりこの2人かなっていう感じですね。わかる、俺も多分この2人がやっぱりそうですよね、うん、なんかこう、まあコーヒーの違いがわかる方と一緒にいてもやっぱりこうなんだろう、同じ空間にいるだけで落ち着くっていうか、すごい頼りになる2人だと思うので、うん、やっぱりこう何かあったら絶対に頼ってで、こういろいろしてくれるっていう安心感もあって思ってこの二人を選ばせていただきました。はい、いや本当かっこいいよね今回ね。かっこいいです、うん、もう二人がもう。でもカイドさんがね、なぜそう思ったのかというのはこれから見ていただければ、はい、分かると思いますので、ね、それも楽しみにしていてください。以上、質問コーナーでした。ありがとうございました。公式サイトよりアンスタロードトゥーショーニューヨーク観光ブロマイドを遊ぶことができます。作中に出てこないシーンでも、もしかしたらこんなシーンがあったかもというのをですね、ぜひ想像しながら作ってみてください。そして実はですね、なんと今日はカイトさんに実際に作っていただきましたんで、あ、はい、はい、出ますか、見てみましょう。あー、かわいい、おお、なんかコンセプトは、あのコンセプトっていうか、そもそもこれ、はい、観光ブロマイドっていうことだったんですけど、うん、そもそも観光っていう言葉を忘れてて、ただただ好きにやっちゃったっていう。なるほどね。なんかこう、やっぱり最初は観光っていうイメージはあったんですけど、はい、いろいろやっぱりシステムだったりとか、うん、フォントをこうやって自分であの文字を打って入れられるっていうのもいろいろたくさんシステムがあって楽しくなってたら、なんかこうみんなを出したいとか、もう全く観光のこととは別のことをやってしまったっていう。まあそれくらい熱中してできる。推しのことばっか考えちゃった。はい、そうですね。やっぱりまあ二人がこう推しなので、やっぱ一番前にいるじゃないですか。この二人がやっぱりみんなを見守るっていう形が、僕にとってこれが完成形なのかな。なるほど。ありがとうございます。まあこんな風にですね、個性的なブロマイドも作成することができますので、ぜひ皆さん遊んでみて、完成したブロマイドをツイッターなどで共有してください。